もともと私たちは去年の4月からボランティアという形でこちらに入ってきたんですが、やはり、長い期間来れないという方が多かったので、短期でも被災地に来れるかなという形をどうにかして取れないかなということで、この元気トリップが生まれました。今回が20回目の700人超えの1周年。はい、めでたいです。はい、私千葉です。私は長崎、九州の長崎。昨日、そう、初めて知り合った。特にその、はまぐり浜の頑張って復興しようとしてる方とかって、なんか今、この町を復活させていきたいとか、そういう思いをすごい熱く語られていて、強くなれるのって何だろう、人、やっぱ人ですかね。日本人がみんなこうやって助け合ってるから、人がいるから人が強くなれるんですよね。でだから九州も今度すごい大雨でいろいろ被災しちゃってて、でもその時も全国からいろいろボランティア来てくださったりとかしてたみたいなんで、そういう助け合いができるのはいいなと思いますね。一回子供家族を置いて一人で参加したんですけれども、その家族にも同じような見てもらえたらいいなと思ったので、今回夏休みだし、子供と一緒に参加しました。おもちゃとかなんか、あと木とかアポスチロールとか、キャンプファイヤーとかもやって、お花火とかもやって、それが楽しかった。私は気軽に自分のレベルに合った形で参加できて。で大変だけじゃなくて楽しさがあるっていうのが非常にこのツアーの面白いところかなと思いました。やはりもっと多くの人をたくさん来ていただいて、もうそれがボランティアだよっていうのもお客さんに伝えたいなと、迷っていたらまず来るのが大事だと思いますし、この元気トリップは本当に一人で参加できて、帰る頃にはもうみんなが一体化している元気トリップなので、気軽にできるトリップなので、ぜひいらしてください。石巻でお待ちしております。誰も見てね。